完成なんだ。完成。よし、ちょっと取り付けます。はい。最後の完成のあれを写真撮らせてよ。うん、あ、それが、それがあれなんだ。完成品です。完成品。それであれだろ、パーツ屋にそのそれはそのパーツは年代物でありませんっていうパーツ屋に見せたらふーんっつってあれだろ、多分ビビるですよ。言うだけだろ。え、どうやって直したんですかって聞く。聞くよ。おう、聞くかね。ふーんって感心するしてため息つくだけじゃね。案外じゃあこれもお願いしますっていう。あ、そうか。どうだろう、報告連絡相談のそのやつからすればね、そうなるよね。アホかも。自分でやれって。パーツが完成に近いんだ。あとは実装テストをするところなんだ。実装テストは社長に任せる。遠くで見てるんかい、ヘルメットかぶって。そこの坂道がいいよっつって。その坂道がいいよ。坂道は危ねえよ。じゃああれかい、上り勾配かい、平地かい。いや、ブレーキなんとかって聞いたからさ、いや、坂道が絶対いいかなと思ってさ。これ入れるかな、どうしようかな。この畑は絶好のあれだね、坂道だね。だけど所長、なんであれそんなにあれ1ヶ月近くも足をこうしようって考えてたんだったら、つい最近になってから電話かけて、あの、うん、いや、これがね、うん、カップを、あ、治ると思ってなかったんだ、うん、これをね、一生懸命探してたの、うん、俺、ああ、パーツをね、うん、うん、
パーツを探せず探せずねえから、うん、それであれなんか、じゃあパーツがあればパーツ使うつもりだったんだ。うん、パーツがあればもう加工する必要ねえかなと思った。ああ、その方が簡単だからね、うん、ポコッと取り替えるだけだからね、うん、結局なかった。なかった、最後の手段な、うん、もう改造しかねえや。あ、そうな、最後のあれかい、お便りかい。じゃあ同じ型式のトラクターでもパーツがないんだ、うん、結局ないっすよ、はい、困ったもんなんですよ、困ったもんなんですよ。そうだね、じゃあレストア用のヘッドライトカバーよりもっとあれが入手しづらいわけだ、うん。初めてだ、トラクターの修理なんか。ああ、トラクターの修理ね。トラクターの修理じゃなくて、トラックの修理をやったってやってたって言ってたじゃん。いや、トラクターの修理を、うん、トラクターじゃなくてトラックの修理はやってたって言ってたじゃん、うん、トラックはやったことあると思うね、うん、俺はトラクターの修理もね。でもさ、トラクターはあの台数が多いでしょ、あ, うん、あ, のある程度そのそこの地域に行くと。そうそうそう、ここら辺さ、自動車とか軽自動車も走ってるけど、走ってるのトラクターばっかだもんね。そうでね、ここら辺の整備工場は、うん、その一概に車だけじゃねえんですよ。トラクターもやってるんですよ。犬とかや、うん、にはその高原野菜が何なんか分かんない。え、高原野菜って何なの。だって群馬の嘘だろ。え、高原キャベツって有名じゃん。本当、本当だよ。長野原とかね。ああ、妻恋とかさ。とかね、社長美味しいよ、大地すっげえ。ああ、美味しい。
じゃあこの赤いいいカッターナイフを持って帰ります。はい、もうカッターナイフは使わない。伊勢崎のカインズすごいね、品ぞろえが。そうだね、伊勢崎のカインズはそこそこだものが揃ってるよね。でもね、昨日東急ハンズが出た、テレビに。うんうんうん。起きて東急ハンズのことを言ったら、母ちゃんはね、うん、若い時に一回行ったことあるらしい。どこに？東急ハンズ。あ、はいはいはい。もうあんなカインズホームぐらいの沙汰やねえよって。うん、結局全国から集まってくるからね、うんうん、お父さん行ったら多分帰んないよって。ああそうだね、遊び場にはなるよね、リクレーションのね。でびっくりしちゃったよ。ああそう、うん、ブレンディ技研の社長はお前あれぞって、東急ハンズで品物あるんだって言ったら、そうだよ、嘘って。そうだよ、だって社長タイムズスクエアって新宿のハンズがあるでしょ、そこの1階、何階だっけなの一つ、うん、あの重機がそれで埋まってるんだ、うん、重機、ディスプレイする、あ、飾り棚、社長の家のね。そう、それと渋谷のあれで、うん、あの特別展示で、うん、GM の橋さんもあるまるバカでかく出たの。へー、うん、カーボンプロペラ作ってるところです。ホームレカーも、ソーラーカー、ホームレカーじゃない、ソーラーカー一度出したことあるんだ、はい、ワンフロア。そうですか、うん、そうよ。それが用紙ですか、そこのなんだっけ、プラスチックつけて、なんつったっけ、ブレーキなんとか、ブレーキのなんとか、あ、完成なんだ、完成。よし、ちょっと取り付けます。はい、最後の完成のあれを写真撮らせてよ。あ、それがあれなんだ。完成品です。完成品。